されたことで、拾ったと。キャッチしたら持ち上げて。そうですね、飛んだ瞬間に、一気に。Guys, welcome to TGK Light Up TV. はい、ということで今日はね、外で撮影してます。あのガッチの公演なんで、一人でねちょっと撮影してるのが若干恥ずかしいんですけど、ガンガンやっていきます。はい、ということで今日はある商品をねちょっと紹介しようかなと思って、私が実際に使ってるものなんですけど、やっぱりね、キーパーコーチとかキーパーの人たちで、最近やっぱりその足元の技術っていうのが結構ね必要だなっていうことで、キックの動画たくさん上げてる人とかいっぱいいると思うんですけど、私比較的キックは苦手なんですね。なんで、でもやっぱり選手のためにいいボール、選手のいい練習をするためにはいいボールとかいろんな種類のボール蹴ってあげないといけないので、練習をねやっぱりしてるんですね。で、その練習をするときに必要な、まあ活用できる道具っていうのを今日ちょっと紹介したいと思います。で、普段皆さんがキックのね練習するときとか、例えばお友達と一緒にやったりとか、あとはまあお父さんお母さんとやってもらったりとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっと私友達がねいないので、いつもこんな感じで練習してます。で、一人でやってると蹴って取りに行ってまたボールセットして、で時間かかっちゃいますよね。かかっちゃうし疲れる。なんでそこでねおすすめしたいのがこの商品なんですね。はい、こちらですね、スキルズさんのスキルズトレーナースターキックってやつですね。まずここにサッカーボールセットします。5号球です、ちなみに5号球のボール。で、これ全部ベリベリって剥がれるんで、で結構余りとかもあるので4号球でも多分大丈夫だと思います。で、こういった形でセットしていきます。こんな感じで、こんな感じでセットします。はい、でベリベリがこんな感じでついてるんで、これを締めると。で、これだけやっぱりちょっとまだ5号球で余りがあるので、4号球でやっても多分きっちり締めたらしっかり締まるぐらいのサイズ感ですね。はい、こんな感じですね。こういう感じです。はい、という感じで今見てもらったら分かる通りに、ボールをも取りに行く時間っていうのが削減できる。で、何回も何回も蹴って練習ができるっていう面ではすごくねいい商品だと思います。ただ難点がちょっと2つあって、1つ目はここの腰の付け根からこのボールまでのこの距離がだいたい1メートル、2メートルぐらいなんですけど、これ以上助走が取れないと、助走取ろうとしたらボールが、ついてきてしまうので、そこはちょっと難点かなっていうのはありますね。あとは見てもらったら分かると思うんですけど、ゴムが引っかかる、蹴った後にこうゴムが足に絡みついちゃったりとかするんで、ちょっと邪魔だなっていう感じはあります。ただやっぱりこう練習をね、一人でコツコツこうボール蹴る時の感覚とか、どこら辺にミートさせるのかとか、反復して何回も蹴るかっていうような練習をするには本当にいい
道具だと思うんで、ぜひね、キック上手くなりたいなって思ってる選手のみんなとか、あとは、まあ、指導者の人でもね、キックの練習とかをするのであれば全然使ってもらってもいいと思いますし、でキーパーの人たちも最近ね、ボレーキックとかサイドボレーとか、あとはプレスキックも結構ね、教えてくださいとか、あとはこういうキックの仕方を教えてくださいっていう声が非常に多いんでね、キック自分で練習するためにもこういう風な道具使って、あとは自分のこうキックしてる動画とかも撮りながらね、ぜひ上手くなっていってほしいと思います。はい、それでは今日の TGK ライトアップ TV はここまで。また会いましょう。 See ya!